どうも、山猫です。本日もフォールガイズやっていこうと思います。ということで、決勝ヘキサからですね、って感じでやっていくんですけど、まだね、ちょっとアップデ後にあんまりメイン賞ができてないので、なんか、ちょっとね、体感とかさ、押し飛ばしとかなんかそこら辺も結構変わりましたからね、なんか、まあ、ヘキサとかでも、いやいや、まあ、やばいって、やばくない?やばって!これは相変わらずしちゃうんだよな、このぶっ飛んじゃうやつ。めちゃめちゃ瞬間移動ばっかりさ、ちょっとあれやばいですよね。あんな中でヘキサきついな、ちょっと。普通に早く、ちょっとどうにか修正してほしいんですけどね。フォールガイズって毎回バグありますよね、結構。なんか今のとかもさ、落っこちたように見せかけて落ちてなかったりとかもありそうだから、なかなかに、その、判断が割と難しい。さあ、よいしょ。まあ、いい感じ。ダッチ落ちてった。まだ上に何人かね、多分いるんで。気をつけて。周りこっちやばいな。消えた。消えてる。オッケー。どこに降ってくるかな。よっと。落っこってくるかと思ったら下まで行っちゃった。あっち捕らえたね。なるほど。まあ、ここで最大耐久だけしといて、ちょっと時間稼いで。どっち行こう?こっち。いや、待って。やばいかも。いやー、待ってよ。ちょっと、やばい。飛べ。オッケー。で、ここら辺はゲットできたかな、島は。いいんじゃない?これ上いないっしょ、多分。上いないから、このまま耐えときゃどうにか。待ってー待ってそのアドバンテージ捨てたのはきつい確実にあれ上いたら勝ったわ。ちょっとミスったな、これ。左側切んないとだよね。いや、マジか、今のは。ちょっともったいなさすぎんな。いや、勝てるか、これ。ちょっときついぞ。若干、これ上めっちゃあったもんな、紫。あれ残ってんのはまずいですね。下に二人いて、だから上に二人?ん?上に一人か?下三か。上一人かな?上に一人多分いますね、まだ。いや、そいつがどこに落っこちてくるかなんだよな、正直。で、下二人まだいるから、あいつらをうまく。ラッキー一人落ちた。で、これ切って、切っちゃえばいいんじゃないか、この辺。この辺切って、あいつは終わる。よし、あと一人。どこだ?どこに降ってくる?いや、これあんまね、変な端の方とかいるとね、切られちゃうんで、上から降ってきて。あ、そっち。なるほど。あっち側回って、どうしよう、これ。あ、反対側に行けるから、これ。届け。オッケー。で、あっちとこっちの、あれになるかな、勝負に。さあ、端までしっかり使って。何やってんの、あいつ。なんか自殺してくれた。さあ、1回戦、シーソーですね。久々にシーソーもやるな、なんか。さあ、よいしょ。シーソーはね、なんか昔外役流行ってたけど、あんまり最近ね、見ないっちゃ見ないよね。なんか、フォールガイズとかで動画検索するとさ、未だに、超大手の有名実況者さんたちが出した昔の1年前ぐらいの超最盛期だったフォールガイズの時の動画が出てきて、その中でやっぱそういうのとか見返すとやっぱシーソー害悪だらけで毎回先のとこで詰まってて面白いよな。結構昔の動画とかね、見てみると結構、ああ、こんな感じだったかとかなんでおすすめですって感じで、いい感じに突破していけてる。さあ、おっと、とか言ってたら外役してる人いるわ。おっと、二人目。外役フレンズがいますね。僕は絶対外役なんてしないですけどね。はい。ここで見てるだけにしときますけどね。絶対。さあ、決勝戦、ロイヤルファンブルですね。さあ、どこからあのポテトが持ってるのか。よいしょ。あ、取れない。マジか。お、さっきの外役フレンズだね。外役フレンズ同士で。あと一人。あいつも外役フレンズよな。お前。お、来た。一回戦でシーソーを外役なんていうのを、このご時世でやってしまった、いけない三人が集まってしまいました。さあ、こっち行って。いや、ミスったな。さあ、ちょっと待つんだ。くそ、外役フレンズが取ったね。外役オレンジニキが。
さ追いかけて取れないかな。いやうまいな。いやこいつうまいぞ普通に。上から狙って、いや取られちゃう。いや待って、いやうまく取ってくな。ちょっと取ろうと思った時に。あと13秒。地味にやばいかこれ。やばい、うまい。やばい、これちょっと追いつける気がしない。やばい、待って、それで内側行くのはねきつい。いやーこれやばいな。ちょっと追いつかん。いやーきつい。いやーあいつうまいわ。いやー逃げられた。普通に強かったな。お、いるね。またいたわこいつ。外役オレンジニキ、外役フレンズ。お、外役フレンズがまたあれだね。そうだ、外役フレンズこの街いたんだ、忘れてた。オレンジ色のが、次さっきね、あのロイヤルファンブルで負けたんで、次こそはね決勝まであいつと一緒に残って。おっと、外役フレンズ、外役フレンズが飛んでしまった。あいつと一緒にもう一回決勝戦いたかったなって思ってたんだけどな、リベンジしたいって。ちょっとあいつ死んじゃったから、これは僕が優勝してくるしかなさそうですね。なんかビッグショットもさ、結構飛んでくようになりましたよね。なんか前より飛ぶ、なんか威力上がったんかな、アップデートとかで。わかんないですけど、結構早く飛んでっていう気がする。今度気のせいかな。あ、終わった終わった。さあ本日2度目のヘキサゴンが来ましたということで、外役フレンズがね落ちちゃったんでね、まあそいつと戦いたかったんですけど、その分ね、ここで しっかり自分一人で勝っていきたいと思いますっていう感じで。でもな、本当に今日一回やったんすけど、めちゃめちゃなんか瞬間移動とか一バグがひどくてね、ちょっときついなっていうところあるんですけど、まあ落ち着いてやればきっと大丈夫。何、いや上の方で最大耐久してるやついたな。いやあいつ強そうやね。どっち行こう。待って、下手すぎ、待って下手すぎる。前半がヘキサマジ下手すぎる。こんなんだから勝てないんよ本当に、野良で。まあわかんないけど、まだわかんないけど。まだわかんないけど、多分このマッチ上手い人いるんだよな、普通に。上手そうなやついたから、どうなるかわかんないですけど、小さいね、島をなるべくたくさん作って、それで、待って、下手すぎ、マジで下手すぎ。やばいやばいやばい。ちっちゃい島を作って、やばいな、どこ行こうとしてんの、マジで。ちょっと、えぐい下手なんだけど。どうしようどうしよう。なんか周り、いや、怖い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 。瞬間移動しすぎ、あいつ。怖いってマジで。なんかどっち行こうかなとか、くるくる回してて、どこにも本当に行けないことが結構。さあ、なんだかんだいいか。おっと、地味にあと5人かな。地味にいい島ゲットして、あれ、あと3人。あ、やばい、切られた。まずい、それは。それはまずい。ちょっとあっち行かないと、区切られて終わる。組内で負けるんで、ワニ君は変な方向に飛んでいった。あと一人だね。どこ来る？いやでも上いるかな。ちょっといい感じのとこいないと。いい感じの真ん中ら辺に、あっちかあっち来るか。ちょっとこれはこっち勝負にしちゃおう。もう追いつけるかな多分。追いついた。でどうしよう、ここ区切って、これさ、区切り、こっちも区切っちゃったら、これ勝っ、いやこれ勝ったっしょ。どうだ、いった、よっしゃー、逆転、あそこからの大逆転。ということで本日ラストはロストテンプルでね、まあ綺麗に勝って終わっていきたいと思います。ということで、最近結構ロストテンプル勝ってるんですよね。前までなんか結構苦手意識あったんですけど、まあとりあえず左っすね、僕はもう左でね最近固定しちゃって、なんか固定してるから逆になんかその切り替えが早いっていうかね、そのダメだったみたいな速攻でなることができるんで。さあこれは右側が空いてるんでこっちっすね。さあこの後どっち行こうかな。こっち、いや開かないか、ここ空いたら強かった。いやー待って、そっち側か、待って待って、やばくね、待って待って待って、そっちは開かない、開かない。オッケー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 、一人前、一人、全然ある全然ある、まだある。これであいつがあっち行く、奥行く、右側開く、あ右開く、来た来た来た、これ勝った。いや待って、ミスった、ちょっと邪魔邪魔、どけどけどけ、やばいやばいやばい。よいしょ、来た、これ、勝った、よし、よいしょ、よいしょ。